ロリーさんならたった今ここをお離れになりました。今朝早くからこの辺りで取引をされていたようです。私も早く到着したので、例の話はもう済ませてあります。ロリーさんは R 村の通行証と減税証明書を受け取ると、すぐに出発されました。あいつ、1秒も無駄にしないんだな。それで、宝石の出所は分かったのか？ええ。スメールの宝石商から情報を聞き出してくれました。その石は数ヶ月前、砂漠のとある遺跡で見つかったとのことです。名もなきその遺跡は損壊が激しく、壁に書かれた文字も識別できないほどだったと。ただ、もっと気になるのは、似たような宝石がもう一つあるという点です。もう一つ？発見当時、宝石は真ん中のあたりにひびが入っていたそうです。宝石を加工する職人は直しようがないと判断し、いっそ、それを似たような形になるよう、二つに切断しました。じゃあ、その片割れはどこにあるの？私もそれが気がかりなのです。もし本当に宝石に未来を予知する力が秘められているのなら、悪党の手に渡った時、大変なことになりかねません。ちょうど今朝、砂漠で襲撃事件があったと聞きました。かなり偏僻な道を進んでいたキャラバンが襲われたそうです。その事件が、もう一つの宝石と関係あると思ってるのか？まだ確かなことは言えません。ただ、一般的にキャラバンが偏僻な道を選ぶ理由は、規模の小さな商売を行っているか、もしくは重要な荷物を運ぶため、外部にルートを知られたくないかのどちらかです。その可能性はあるでしょう。こうなったら、現地で調べてみるしかなさそうだな。でも、家臣探査の準備はどうしよう。ティシアに日程を確認したところ、後でオルモス港で合流すればいいとのことでしたので、少し急げば間に合うはずです。あ、もちろん、もし他に用事がありましたら、砂漠までご同行いただかなくても大丈夫ですよ。何言ってんだよ。オイラたちも調査を手伝うって約束しただろ。遠慮すんなって。わかりました。力をお貸しいただき、感謝します。事件はこの辺りで起きたはずです。まったく人気がない場所だな。旅人さん、パイモンさん、ここを見てください。何か感じませんか？はい。砂漠の部族やエルマイト旅団の中には元素力を扱える人も少なくありません。その力を利用してキャラバンを襲い、不義の富を築く者もいます。お？割れた板があるぞ。キャラバンの輸送車から外れた木の板のようですね。焦げた跡もあります。爆発でも起きたのでしょうか。あちらにある痕跡は、まだあまり時間が経っていないようです。道に沿って調べていきましょう。手がかりは、ちらの方角を示しています。上行きましょう。なんてこった。わざわざ偏僻な道を選んだっていうのに襲われちまうなんて。すみません、ちょっとお尋ねしても。誰だ。アール村のガーディアン、キャンディスと申します。今朝の強盗事件についてお聞きしたいのですが。ガーディアンだって。おい、何ビビってやがる。ガーディアンってのは俺たちを守る存在だろうが。あ、そうだった。すまん。みっともないところを見せたな。こいつ、まだ襲われたショックから抜け出せてないんだ。いえ、さぞ辛い思いをされたことでしょう。ところで、今日はここで漏洩されるおつもりなのですか？キャラバン宿駅はそう遠くないはずですが。あまりに悔しかったからな。仲間たちを呼んで襲った奴らを懲らしめてやろうと思ってるんだ。いくらか品も取り返せるだろう。食料もあまり残っていないようですし、この状況では冷静さを保つことが大切です。砂漠では衝動と油断が命取りになることもありますので、どんな荷を運ばれていたかお聞きしても。危険物だよ。何言ってんだ。花火だろうが。だって箱に危険物って書いてあっただろ。当たり前だろ。花火に食品って書くのか。すまんな。こいつちょっと抜けてるところがあるんだ。気にしないでくれ。キャラバン宿駅の衛兵に知られたらまた問い詰められちまう。花火をどちらへ運ぼうとしていたのですか？砂漠にある集落さ。家臣探査の時期だからお祝い用として最近注文が多いんだ。俺らみたいな小さな商売をしてるところもおこぼれに預かれるほどでな。大体は距離が遠くて敬遠される注文なんだが。なるほど。もしよろしければ事件発生時の状況を聞かせていただけませんか？別に構わないぜ。遠回りして偏僻な道を選んで進んでたら辺り一面のつる草に足止めされたんだ。つる草？砂漠につる草が生えるわけねえだろうが。車輪が砂にはまって動かなくなっちまったんだ。あれはきっと罠にちげえねえ。その後急に空から爆弾が落ちてきた。爆弾？黙ってろ。さっきの衝撃で頭のネジでも外れちまったのか。こいつのことは気にするな。ショックでわけわからんことを口走ってるだけだ。俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。それに花火が引火してもうてんやわんやさ。その隙に奴らは荷をかっさらっていった。強盗の姿は覚えていますか？いや、あの時は逃げるのに精一杯だったし、砂ぼこりで何一つ見えやしなかった。でも緑色の石を持ってたような。もしかしてこれと似たものでしょうか？そう、そんな感じのだ。あんな高価そうなものを持ってるのにしょうもねえ花火を狙いやがって、わけのわからん奴らだぜ。おおよその状況はわかりました。教えていただきありがとうございます。しかしここはやはり安全を優先し、キャラバン宿駅の衛兵に状況を報告することをお勧めします。感情に流されて無謀な行為に出るべきではありません。わかった。少し休んだら出発するよ。では失礼します。行きましょう。ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん、どう思いますか？ええ、同感です。先ほどの人は何かを隠しています。彼らが運んでいたのは花火だけではないでしょう。そして今、その危険物が正体不明の強盗の手に渡っています。悪党同士の抗争か？あり得る話です。強盗たちがなぜ危険物を奪ったのか、一刻も早く解明しなければなりません。あなたの心配もわかります。相手は待ち伏せの位置を正確に定め、行動も非常に効率のいいものでした。宝石により、未来を予知した可能性が高いです。思っていたよりも危険な状況かもしれません。みんなにも相談した方が良さそうですね。ただその前に、一度キャラバン宿駅に行って、衛兵に報告しましょう。ドリフトー！お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。まさかこんな展開になるなんてな。家臣探査を無事に過ごせたらいいけど。ん？今の言葉、大マハマトラとしては見過ごせないな。ああ、公務中でな。ある奇妙な強盗事件を調べている。え？もしかしてセナもあの事件を？俺なら平気だ。道中パチサラプリンを買った。後で食べるつもりだったんだが、いるか？いいのか？ありがとな。味はどうだ？パチサラプリン、うまみたっぷりんだろ。変なこと言うからむすっちゃったじゃんかよ。お前こそダジャレたっぷりんだぞ。先ほどの話に戻るが、お前たちの言う強盗事件とは。そうか、すでにキャンディスと調査中だったと。詳細はキャンディスが戻ったら話してくれるだろうけど、あの襲われたっていうキャラバンは相当きな臭かったぞ。分かった。あとは俺に任せてくれ。そうだ、これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒にサプイ散歩でもしようかなって。何か隠してるようだな。隠してないぞ。何もとがんでなんかないからな。砂漠の積年の実は絶対に嘘をつかない。なぜか知ってるか？え？なんで？嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。これを本当かなら秘密を吐くんだな。本当に隠し事なんかしてないぞ。そうか、鈴木にも負けない根性だ。なんだって？鈴木は鈴木だが、巣のない湖で一生を過ごす。凄まじい根性だろ。おいらもだ。大マハマトラに尋問される恐ろしさを身をもって知ったぜ。尋問？何の話ですか？キャンディさん、やっと戻ってきたんだな。助けてくれ。どうかしました？セナさんはむしろ楽しげな表情ですが。ふん、変わりないか。旅人から事の経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。ただ、午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。午後ですか。オールモスコーに行ってサプライズの準備をしますが。わあ、キャンディス、バレちゃうじゃんかよ。セノさんもサプライズ計画のメンバーですよ。え、なら早く言えよセノ。言おうとしたが、お前たちが遮ったんだろ。午後は事件の調査をするからいけないとことづてを頼もうとしたんだが。おかげでダジャレを2連発で食らっちゃったぞ。サプライズ計画のメンバーを伝えていなかった私たちのせいですね。申し訳ありません。何はともあれ、誤解が解けたならそれでいい。みんなによろしく伝えておいてくれ。それと、これは俺が買い出しで揃えた分だ。悪いが、一緒に持ち帰ってくれると助かる。ああ、任せろ。ああ、ダジャレではいつもお前たちを任している。もう勘弁してくれよ。ふぅ、戻ってきたな。冷えた体がやっと温まってきたぜ。仕事モード以外のセノさんに会うことはめったにないのですが、きっと友人が過信探査のためスメールに戻ってきてくれたことが嬉しかったのでしょう。どうりで仕事モードだっていうのにダジャレをお腹いっぱい溜め込んでたわけだ。お腹が冷えちゃわないか心配だぜ。キャンディス、まさかええ、あちらの路地から人が2人現れるのが見えました。しかも、何やら不穏な話をしているようです。不穏な話？もしかして、危険物を盗んだ奴らか？いえ、残念ながら余地で見えた場面はぼやけていて、会話も一言二言しか聞き取れず、どれも断片的です。なら、隠れて観察しよう。過信探査を邪魔しようとする奴らは、現行犯逮捕してやろうぜ。詳しくない。サイン。発が起こる。おい、聞いたか？だいぶ物騒な話をしてるみたいだぞ。もう少し近づいてみましょう。フロート車通るとき、あれを押し出す。風向きとしないだろ。その計画は諦めなさい。え？どうしたんだ？どう想像は思考に由来する。君がそう考えているから、恐ろしい想像が膨らむんだ。パイモン、何を考えているんだ。僕たちは過信探査のサプライズについて話し合っていたんだが。だから問題はそこじゃないと言っているだろう。僕とあの子の関係は冷たいものじゃない。君の推測はずれている。一日中ずっと行方不明だとそっちが先に言い出したんだろ。いなくなったのはこれまで一度も給料をもらっていないことに気づいたからかもしれないと。あれはつい心配で言葉を漏らしただけだ。コーヒーを買いに行かせるようになったのは最近のことだぞ。教令員の新入生たちが進んで先輩のコーヒーを買いに行くことを知り、そこから想像が膨らんで自身の扱われ方に不満を抱いたのかもしれない。そんなわけないだろう。僕はあいつを助手扱いしたことは一度もない。いや、もしかするとコーヒーを買う時に何かあったんじゃ。そのせいで家出をしたとか。そして機械としての生涯を振り返ったらますます怒りが湧いてきて、二度と帰らないと決断したのかもしれない。おめでたい想像力だな。でもメラックは僕が作ったんだ。そんな冷徹なわけがない。それに毎週丁寧に手入れだってしてるし。それで君はあいつを探すためにオルモス港まで来て、書類を回収しに来た俺にばったり出くわしたというわけだな。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから目を通してくれないか。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくてこのコースで問題ないか見てほしいんだ。残念ながら当日のフロート車のコースについては詳しくない。はあ？準備を手伝うよう教練員から言われているだろう。その気はないのか。職務外のことだからな。知らなくて当然だろう。この俺を説得できるとでも。それもそうだな。まあいい。最後の爆発のプランだけでも見てくれ。爆発？ああ。僕が設計したキャンディータワーが時間きっかりにフロート車にぶつかって爆発するんだ。そしたら中に仕込んである装置がキャンディーを周囲に発射するというものでね。あ、もちろん本当の爆発じゃなくてクラッカーみたいなものだ。食品工学の論文を多数調べた結果、キャンディーの材料とタワーの外装が芸商花で織った布のように柔らかなものであれば仮に当たっても全く痛くないと分かった。サインを出すことで遠くにいるメラックが装置を起動させ指定位置で爆発が起こるようになっている。爆発のタイミングは？暗草成デビ様の乗ったフロート車が通るときにサインは出される。そのタイミングであれを押し出してバーンって寸法さ。風向きと湿度も考慮しないといけないな。ああ、その辺は織り込み済みだ。それらの要素をクリアする装置をキャンディータワーに仕込んである。失敗はしないだろう。はあ、なんだ、そういうことだったのか。君たちは全く違うことを想像していたようだな。それは私が説明しましょう。未来が見える能力？どうも怪しいな。実に面白い。その能力をもとにまだ見ぬ現実に仮説を立てたが結果が違っていたというわけか。おそらく問題は結果にあるとは限らない。どういう意味だ？もっとわかるように言ってくれよ。もしキャンディスが見た光景が未来ではなく過去だったとしても同じく説明がつくということだ。過去？ジャハンギルは前にも送風機が故障したことがあると言っていたのだろう。彼自身の話からも伺えるようにその装置が壊れた時の状況はそう変わりないはずだ。それから過信探査の影響でここ最近のオルモス港はどこも世話しない。道路脇に荷物が置かれていることはままある。路地裏で話し合いをするものだって珍しくないだろう。アルハイゼンさんのお考えですと私は過去の出来事を見たということでしょうか。奇妙な現象も、ただの錯覚に過ぎなかったということはある。そうだな。未来にズレが生じたという説と、過去が見えたという説を比べたら、後者の方が納得はできる。それもあるな。だが、俺の推論は別に他人の感想を考慮したものではない。単純にもう一つの視点を提供しただけだ。確かに、その可能性はあるかも。現状、そのような現象が引き起こされる条件や原因は不明だ。しかし、二つの可能性を念頭に置いておいた方がいいだろう。もう一つの視点か。ああ、そうか。メラックは君のことが嫌で出て行ったんじゃないか？天才的だな。まるでメラックが昨日今日俺と知り合ったかのように言うところが。確かに。君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。なら、別の事情があるってことか。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ、今こっちに向かって飛んできてるやつって。え、どこに行ってたんだ？店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。買えなくても別に構わないのに、そこまでしてくれるなんて。キャンディス、どうかしたのか？いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの件はどう解釈すればいいのでしょう。あ、もう来てたんだね。あ？みんな浮かない顔してどうしたの？ちょっとしたなぞなぞさ。もう集合の時間か。歩きながら話そう。俺は知恵の殿堂に行く。じゃあな。そっか。じゃあまたな。うん？ドリフトー！もう来ないのかと思ったぞ。元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。タルザン先輩、実はある問題について話し合ってて。キャンディータワーを作ることよりも急を要することなのか。ちょうどいいキャンディーの材料が見つからなくて散々頭を悩ませておったじゃろう。して解決策はあったのか？ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃの。さ、早速作業開始じゃ。サボろうなんて考えるでないぞ。仕方ない。この問題はセノに任せておこう。僕たちがここで考えたってしょうがないしね。分かったならはよ動くんじゃん。子供じゃあるまいし、いつまで先輩に言わせるつもりじゃ。そうじゃカーベ、フロート車を模した装置を作ってほしいと言っておったじゃろ。もうできておるぞ。こんなに早く、さすがファルザン先輩。これくらい昔、つまり100年前からおるわしなら、シロン派の問題集を解くのと同じぐらい朝飯前じゃん。ほれ、持っていけ。うまく使えるか試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない、旅人。君が試してみてくれないか？僕は横でフロート車の動きを観察しながら、キャンディータワー。ールではないか。旅人とファルザン先輩のおかげでキャンディータワーの構想は固まったよ。次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を、わしらはキャンディー作りの準備といこう。コレイとオディシアはどこじゃ？2人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な2人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのことスメイルシティに集まった方がよくないか？なんでここにしたんだ？シティ内だと暗草ナリデビ様の住居に近いから散歩の途中でばったり会うかもしれないだろ。その点ここならそこそこ離れているしバレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところを暗草ナリデビ様に見られたら。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。どうかしたのかしら。カーベイ。はい。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。暗草ナリデビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。暗草ナリデビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、あなたまでそう言うなら。もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから？それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインは友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。ん？あっ、暗草ナリデビ様。あら、ニーラ、何かご用かしら。はい、家臣探祭で披露する演目をツバイルシアターで練習しているのですが、暗草ナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そうならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。いえ、暗草ナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もアルマス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ、私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。危なかったぜ。もう少しでバレるところだった。すまぬカーベ、さっきはつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああ、もうこんな時間じゃ。はようデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。はい、今行ってきます。もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。暗草なリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため集合場所はパルディス・ディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど、人目につきやすい点を考慮してなかった。今すぐ移動しますか？うん、そうしよっか。カーベにはキャンディータワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディス・ディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーなら、どんな形だろうと、わしは賛成じゃぞ。はい。後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから、先輩の若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディス・ディアイで会おう。